ミサイル制度お粗末問題が軍上層部を直撃か習近平のロケット軍腐敗粛清がさらに延焼前現国防省消息不明そしてロケット軍粛清はさらに拡大今年8月9日公開の異常な中国ロケット軍トップ交代劇 習近平はまんまと米国の策にはまったのかでは習近平国家主席が断行した極めて異常なロケット軍トップ更迭の実態とそれによって解放軍のロケット軍部隊は大混乱と機能不全に陥っていることを解説したがそれから2ヶ月が経った今混乱が中国軍全体に拡大する事態が起きている模様であるまずは一つ 習主席によるロケット軍トップ粛清はどうやらロケット軍の以前の司令官で前国防省の義法下氏にも及んできているようだ。義氏は習近平政権誕生の2012年から17年までの5年間、ロケット軍とその前身の第二砲兵部隊の司令官を務め、2018年3月から23年3月までの5年間は国防省を務めた。 この経歴からもわかるように、彼がロケット軍トップ国防省の要職を歴任したのは、習近平政権成立後のことであるから、義氏は本来、習主席が信頼する軍人の一人であろうと思われる。しかし、今年3月の全人代で義氏は国防省を退任し、現在に至るまでは、公の場から姿を一切消してしまった。 引退した身であるとはいえ、全くの消息不明はやはり不自然である。そして8月31日、中国国防省が開いた記者会見で、技士とも関連するような興味深いやり取りが記者と報道官の間にあった。記者会見において、外国の記者から更迭されたロケット軍トップと前国防省技士の行方について質問されたところ、国防省の5堅報道官は、 明確に答えることを避けた一方、次のような言葉を口にした。我が軍の反腐敗闘争はいつまでも進行中である。腐敗を生む土壌と条件が存在する限り、我々の反腐敗闘争は止まらないと。呉報道官のこの答えは実に奇妙なものである。外国記者は別に中国軍の反腐敗闘争について質問したわけではない。 腐敗という言葉すら口にしていない。記者がロケット軍トップと義士の行方を聞いただけである。なのに、それに対して豪報道官は、我が軍の反腐敗闘争の話を自ら持ち出した。どう考えてもそれは、ロケット軍トップと義士が腐敗摘発の対象となっていることを強く示唆したものである。つまり、 7月下旬に更迭されたロケット軍トップとロケット軍以前の司令官だった前国防省の義士が腐敗に関わったことで粛清の対象となっている可能性は濃厚なのである。8月9日公開の記事ではロケット軍トップ降鉄の原因は軍の機密情報は詳細にわたって米国軍に漏洩したことにあると分析したが今から見ればどうやらそれだけではない。 もう一つの原因は、やはり、腐敗問題にある。そして、摘発が、現役のトップたちにだけでなく、元司令官で、前国防省の義士の身に及び、解放軍の上層部にも波及した模様である。消えた国防省。義前国防省が、 腐敗発の対象となっていることが国防省報道官の口から示唆された2週間後の9月中旬、技氏の後任で現役の国防省である李尚福氏もまた腐敗問題で取り調べを受けていることはほぼ確実になった。9月14日、A 氏フィナンシャル・タイムズは同性が2週間以上途絶えている中国の李尚福国防省について中国当局の調査対象となり、 国防省としての任務を解かれたと米政府が判断していると伝えた複数の米政府当局者の話としているが李国防省は確かに8月29日に北京で開かれた中国平和安全フォーラムに出席してからこの原稿を書いている9月18日現在までに公の場に一切姿を見せていないそして9月15日ロイター通信が報じたところによると 9月7日に予定されていたベトナム交換らとの李国防省の会談を中国側が数日前にキャンセルしその理由として李氏の健康状態を挙げていたという同じ9月15日中国外務省の定例記者会見において外国記者からこの会談キャンセルの一件と李国防省が調査を受けている説の審議を聞かされるとモーネー報道官は否定も肯定もせずにして 状況を把握していないと答えた。しかしそれで、A 氏フィナンシャルタイムズが報じた、李国防省解任説は、むしろその信憑性を補強された。7月26日、丸1ヶ月公の場から姿を消した中国外相のシン・ゴ氏が、突如解任された際には、彼が失脚していた間、国際会議への参加は、健康上の理由でキャンセルされたことがあった。 そして外務省記者会見において彼の失脚説の審議を聞かされた時同じモーネー報道官はまさに状況は把握していないというセリフを吐いてごまかしたこうしてみれば今の李国防相の置かれている状況は正式に解任される前の信号氏のそれとそっくりそのままであることはわかる 李氏が職務停止の上で調査の標的となっていることはほぼ確実であると断定できよう。期間限定の腐敗摘発李氏は一体どういう問題で調査を受けているのか。それはどうやら腐敗なのである。彼は国防省となる以前、 共産党中央軍事委員会装備発展部の部長を5年間務めていたが解放軍の装備調達を主管する装備発展部長とはまさに巨大な利権と腐敗を生むポストなのである実は今年7月26日党の中央軍事委員会装備発展部は全軍装備調達入札における法律違反規律違反に関する手がかりを募集するための広告というものを交付した その内容は、2017年10月以降において発生した解放軍装備調達の入札における汚職・腐敗への告発を呼びかけたものである。しかしここでの2017年10月以降こそがミソである。というのも、問題の李昌福氏は、2017年9月からの5年間、中央軍事委員会装備発展部長を務めたわけである。 常述の期間限定の腐敗告発への手がかり募集はまさしく李正福氏その人を標的したものであろうと思われるこれでは李氏が腐敗問題で取り調べを受けていることはほぼ確実であるが現役の国防省に対する腐敗追求は当然習近平主席の指示によるものであり習主席しかこのような重要な決断ができないはずである 問題は、習主席は一体どうして今になって、李氏の腐敗問題を追求するのかである。李氏は装備発展部部長を務めていた、2018年9月、米国による対路制裁に違反して、ロシアから戦闘機などを調達したことで、米国政府から制裁の対象に指定されている。彼に対する制裁は今でも解除されていないが、 中国現役の国防省が制裁の対象となっているとなるとそれが米中間の軍の交流の大きな障害となることは言うまでもないしかし習主席はそれを100も承知の上で今年3月の全人代で李氏を国防省に任命したつまり習主席は李尚福という軍人をすごく信頼しておりまさに軍における自分の側近の一人として使ってきている。 腐敗摘発に関して言えば、それを性的潰しの手段として使うことがあっても、自分の息がかかっている幹部を一切摘発しないのは、習主席の一貫とした流儀であるから、多少の腐敗問題があっても、習主席は、自らの徴用する幹部を摘発するようなことはしない。ならば、習主席は、今度は一体どうして、今から半年前に国防省に任命したばかりの側近を、 腐敗的発の標的にしてしまったのかそれが問題である。